大議員選挙、ぜひとも勝ち上がってもらいたい、いや、勝ちが上がってもらわなきゃ困るんだという思いで、私、渕上隆、ここ岸和田に応援に駆けつけさせてもらいました。皆さん、この高平さんが配っているチラシ、ピンクのジャンパーを着たスタッフが今ここでも配ってますけれども、ぜひ手に取ってご覧ください。ここには、新人でありながら、改善した、達成しましたと、いくつもの取り組みが書かれています。議会で視察と称して、夜に昼にと宴会をしていた、こんなことを止めさせた。また、障害者の皆さんが公園で遊びやすいようにと、中央公園で駐車時間たった30分だったものを2時間延長した。あるいは動物のこと、殺処分ゼロに向けて取り組みを進めた。いろんな取り組みがここに書かれています。待て待て、高平さん。もう議員だったの？いや、違うんです。一市民として、これだけの実績を上げてきたんです。高平さんの持ち前の調査力、行動力、バイタリティでもって、市役所に、市議会に、時として市長本人に働きかけて、こういう実績を積み上げてきました。ちなみにこの高平さんの実績、岸和田のものだけをピックアップされてるんだと思いますけども、高平さんこれまで、堺市や他の近隣自治体でも、いろんな不正を追及して明るみにしてきた、そんな活動家でもあるんです。これだけのことができる市民が、もし岸和田市議会で議員バッジをつけたら、どれほどの力を発揮することでしょうか。私はぜひそんな様子を見てみたいと心から思っていますし、一方でこんな候補者がいる岸和田の人たちが羨ましい。この力を岸和田議会で岸和田市民のために使わない手はないと、そんなふうにも思っています。高平さん、公約も実に具体的です。第3子以降の保育料の無償化やおむつのサブスク制度の導入、これは今まで高平さんがいろんな自治体をくまなく調べてきて、その中でこれならばできるはずだ、岸和田ならできるんだ、そう確信して書いてあるのであって、何も絵空事を書いてるんじゃないんです。新人でありながら確実性の高い、しかしかゆいところに手が届く、市民が本当に必要な政策をしっかりと打ち出して、そしてこれまでの市民としての取り組みがずらりと具体的に書かれている、こんな候補者現職でもなかなかいないということを、今3期目の当選をさせてもらったばかりの私が証明いたします、保証いたします。どうか皆さん、高平さん、この人は岸和田市議会の宝になる人です。そんな高平さんですけれども、自分で岸和田市議会に行きますと言って行けるもんじゃないんです。あくまでもこの力を岸和田市議会で市民のため、岸和田のために使うかどうかを判断するのは岸和田の有権者の皆さんなんです。どうか皆さんの大事な一票を無駄にせずに確実に行使してください。誰に言ったって入れたって一緒ですよ。そんなわけありません。これだけの実績をかける議員になる前の市民、見たこと私はありません。絶対にいません。必ず違います。やってきたことが違う、約束の重みが違う。ぜひ岸和田の皆さん、高平正明を、その力を岸和田を手に収めていただくように心からお願い申し上げて、こちらラパーク前での訴えを終わります。ありがとうございます。